楽しいノービューのお菓子シリーズ駄菓子編です。太郎をこれまで探してきて、それでまあ太郎をいっぱい買い込んで、ちょっとずつこなして紹介してるっていうところです。今回もですね、これだけまだあるんですけれども、全部紹介するとですね長くなっちゃうのと、これだけ食べるっていうのも辛いもんですから、3ついきましょう。3つ、そうだな、これがいいですかね。のし梅、どうここで来るのしゅうめさんっていう、さんのしゅうめさんって言って太郎ってつくんですかね。のしゅうめさん太郎、のしゅうめさん太郎と焼肉カルビ太郎、そして3がついてますね。焼肉カルビ太郎いきましょう。焼肉が続くとちょっとしんどいかもしれないんで、わさびのり太郎、どういうイントネーションで言えばいいんだろう。わさび、これが苗字で名前、わさびの、わさびが苗字で、のりが名前で、しかもまたさらに太郎がつくんで、どういう、わさびのりが苗字でしょうね。わさびのり太郎、よし、この3つをいきましょう。食レポをします。わさびのり太郎、しゅうめさん太郎、焼肉カルビ太郎、焼肉カルビ太郎、極上の味だよ。写真は商品のイメージで中身とは異なります。こんな厚い肉は入ってないですよね。13円で作ります。稼働のお菓子ですね。面白コメント今回出てますね。毎度お買い上げありがとうございます。私カルビ太郎はお魚のすり身にイカ味を混ぜ合わせて板状に伸ばしたものを食べやすいようにカットしてオーブンで焼き上げました。その後みりん、醤油、コチュジャンなどで味付けして特上カルビ風に仕上げました。まあそれほど面白コメントっていうかじゃなくて、普通にこの説明という感じだったんですけど、一応だけど誰が喋ってるかっていうと私カルビ太郎ですよね。カルビ太郎さんに説明していただきました。かなりこの強力にくっついてる。このすごい、この貼り付き感がすごいですね。なんか両面テープみたいな。よし、ちょっと行ってみたいと思います。味は焼肉ですね。確かに焼肉のタレがかかってるみたいな感じです。両面テープみたいな板がなかなか関係ません。全部はちょっと今行きません。はい、でっつってもこのベタベタ感で入んないと入ってた。あといただきます。のしゅうめさん太郎、これはうめえ。13円のやはり稼働、面白コメントなのかな。ちょっと読んでみましょう。今話題のカード食品、なんとこの値段で買えちゃう。13円でした。ここに強烈な刺激のうめみも新登場。梅みっていう言い方でいいのかな。新登場、スポーツの後や眠気覚ましに酸っぱい刺激で気分も一直線。どう一直線なんだろう。さらにはカードタイプなのでノートやポケットに忍ばせて場所を選ばずにハテナに食べてみよう。これなんか入れてくださいってことなんですかね。このハテナの前に、これはまあこれだけ薄いとどこでも持ってきますね。仕事中でも学校でも行きましょう。なんかぬるぬるめちゃめちゃやってしまって、なんかこう酸っぱい系かな。ちょっと苦手ですね、酸っぱい系。こんな感じ。酸っぱい、刺激強いです。確かに刺激強いです。またいただきます。ティッシュ欲しいですね。ベタベタになっちゃった。ベタベタ。わさびのり太郎、違いますね。わさびのり太郎、わさびのりで切った方がいいですね。わさびのり太郎、スーンと広がるこのうまさ。加藤コメント書いてありますね。毎度お買い上げありがとうございます。僕わさびのり太郎は、わさびのり太郎はお魚のすり身に海苔とイカ粉を練り込み板状に伸ばしたものを食べやすいようにカットしてオーブンで焼き上げました。海の幸と山の幸を上手に重ねて仕上げた自然な味わいです。ツーンとしたわさび醤油との絶妙なバランスをお楽しみください。お揃いでご賞味くださいませ。ませっていう語感がいいですね。お揃いでって何とお揃いなんだろう。ちょっとわかんないですね。海の幸と山の幸をお揃いでっていうことなのかな。海と山をお揃いでっていうことかな。食べてみると答えが見つかるかもしれません。行きましょう。わさびのり太郎。
これすごいすごい、このこう見ていただくと分かるかもしれないですけど、これすごいベタってきますね。こうベタってベタってきますね。わさびきつい。確かにわさび、わさびきついね。もうちょっとあっさりしてくんないかなっていう感じのほどにきついわさび。あといただきます。わさびのり太郎、のしうめさん太郎、焼肉カルビ太郎。次回をお楽しみにしてください。